大杉克夫、当時、史上初のセパ、両リーグ1000本安打を記録した名選手。彼の生涯を追ってみよう。1945年岡山県に三兄弟の次男として生まれ、戦後の混乱から酒に溺れ、暴力を振るう、父親に怯えながら母、兄弟と共に生活をしていた。夫の暴力に耐えられなくなった母親は、川で子供たちと共に自殺することを決意する。その道中、母親は最後の食事にと、アンパンを子供たちに与えた。カツオはそのアンパンを母親に返した。お母さん、自転車を漕いでお腹減ったでしょ。僕は我慢するからお母さんが食べなよ。こんなに優しい心を持った子を自分の手で殺すわけにはいかない。母親はカツオの優しさに自殺を踏みとどまった。